こんにちは。デトロイトビカムヒューマンへようこそ。私はアンドロイド案内役です。始める前にまずはあなたのプレイ環境を整えていきましょう。こちらが現在設定されている言語です。よろしいですか？どうも、はじめまして、森です。初実況なんで、いろいろぐだると思うんですけど、とりあえず開いてくださってありがとうございます。これから実況をしていきたいわけですけど、そのグダグダになると思うんですよ。僕 RPG とか全然やったことなくて、RPG ではないんですけど、これは基本的にアクションゲームが好きで、アクションゲームしかやんないんですけど、こういうそのストーリーを選択して自分の選択でストーリーが決まっていくっていうゲームは初めてなんですよ。じゃあなんでそういうゲームを実況したいかっていうと、このストーリーに惹かれて、やりたいなっていう風に思ったんですよね。この、パッケージを見ますけど、これは人とアンドロイドの、そしてあなたの物語。2038年、デトロイト。人工知能とロボット工学が生み出した高性能アンドロイドの力で繁栄する人類。そんな中、奇妙なアンドロイドが出現する。あたかも意志や感情を持つかのような個体、変異体が引き起こす事件。追う者、追われる者、戦う者、三つの視点から物語を紡ぐオープンシナリオアドベンチャー。っていう風に書いてあるんですけど、この、2038年に、あるかもしれないっていう、リアリティのあるストーリー。これが、どういう展開を見せていくのかっていうストーリーが、気になって実況してみたいなっていう風に思ったんですよ。で、別に一人でやってもよかったんですけど、最近僕、ストーリーあるゲームって、そのストーリースキップしてやっちゃう傾向があるんですよね。なんか一人で見ててもつまんないというか、やるなら撮りたいなっていう感情というか、そういう感覚になって、初実況してみようかなと思って、いろいろ用意してきました。で、とりあえずやっていくんですけど、とりあえず字幕の大きさは、どうですかね？見やすいように、中ぐらいがいいですかね？その雰囲気、世界観壊さないように。でかすぎてもあれなんで、字幕はオンで、日本語で。で、これで始めていきたいと思います。すごいですね。はいで。画面を調節してください。明るさはどうですかね？見やすい方がいいですよね、皆さん多分。ちょっと明るいくらいですかね。でもかすかに見えるくらいに調整だから。変えない方がいいっすかね、多分。ちょっと待って、HDR ってなんだ。あれか。関係ないですね。じゃあ、それではやっていきましょう。プロフィールを選びましょう。あら、まだ、プロフィールっす。操作が複雑になるが没入感の高いモード、難易度も高く失敗をすればキャラクターが死亡する可能性があります。いや、どっちがいいんですかね。その本当にこういうゲームやったことなくて、本当にデトロイトビカムヒューマンの実況とかも全く見てないんですよ。どういうストーリーとかも本当に分かんなくて、そのどれくらい死ぬのかとか分かんないんで、とりあえずカジュアルでやっていきたいと思います。このアイコンの表示中は本体の電源を切らないでください。はい、それでは早速始めましょう。忘れないで、これは私たちの物語、そしてあなたたちの未来。そうだよね、これ実際起こり得るストーリーになるかもしれないっていうキャッチフレーズでやってますもんね。
の子を助けてください。まさか、まさかアンドロイドを。さあ奥さん、いや、そんなのダメよ。待って、やめて。包丁は本物の人間に頼んで。それはあの子に近づけないで。交渉って何ですかね。R2 で任務、アラン隊長を探す。どういう状況これ。突入可能。アラン隊長これかな。いやでも、アラン隊長どれ話す。あ、この人。アラン隊長、私はコナー、サイバーライフのアンドロイドです。奴は制御不能だ。俺の部下もすでに二人やられた。むしろ奴を撃てばバルコニーから落ちて娘も道連れだ。あー、これが、しかも時間制限あるんですね。え、じゃあ、どうしよう。停止コード、停止コードは試されましたか。当然試したよ。じゃあ変異体の名前聞きますか。彼の名前は。いいか、子供を救うことだけ考えろ。お前があのアンドロイドを止められなきゃ俺が始末をつける。なるほどね。アンドロイドが、48%。 あ、そっか、そんな名前聞いてる状況じゃないのか。その子供が危ないと、一刻も早くその救わなきゃいけない、その変異体から。これ何、右スティックでアクションを実行。うん、なるほど。分析すべき、右スティックでカーソルを移動、左三角を長押して分析。うんうんうん。これで、あ、あと他に2分の1だから分析すべきとこがあると。9ミリの銃弾。ああ、これで再現ってなんだ。状況を再現できる。どういうこと？全然わかんない。あー、そういうことね。すごいな、すごいな、このゲーム。なるほどね。あ、これで戻、 L を押せば戻る、 R を押せば進む、過去の状況ですかね。この状況で三角を押すと。変異体は父親の銃を使った、父親の銃を使った。なるほど、そのさっき取り乱してたお母さんの父親の銃を使ったと。うんうん。でやめる。あ、こんな複雑なんですね。成功率 51%。 なるほど、これ 100% にすればその状況確認ができて、まあ、助けられると。人質の部屋を調べる。分析しますか、とりあえず。難しいな、操作。これはなんで死んでんだ。まあいいや、とりあえず。腹部に致命的な外傷。うん、食らってて、その見ればわかるけど。いや、もうこれズタズタじゃないですか。助かんないでしょ。ってことは父親はこれもしかして死んだってこと。死んでしまった。もうそのさっきの、無理じゃん、うん、助かんないじゃん絶対。再現、再現、何を再現するんだこれ。撃たれたのを再現するってこと。え、あ、座ってて振り向いて撃たれた。なるほど。え、そんなさ、この一瞬で4箇所も撃たれる。3弾でも食らったんですかね。なるほど。で、で分析状況、この黄色のやつはなんだ、下の。あ、ここで再現できると。うんうん。父親は何かを持っていた。逆再生して新しい手がかりを探す。何かを持っていた、それを落とした。
落としたやつどこ行った？あ、なるほどね。ほう、これはもういいんですかね。この人は用済みって言っちゃったらあれですけど、じゃあまあとりあえずもういいと。うん、 あのタブレットみたいなのは何だったんでしょうね。まあ、とりあえず戻ろうか。ちょっとこれ操作むずい。 OK、 すごいな、アンドロイドやろうね。そっか、だからアンドロイドが暴走してるから、まあ今そんなこと言われちゃうんだね。子供サイズの服、人質が負傷した可能性。じゃあもう子供もやばい可能性があるのか。分析、これ何、アンドロイドのオイルみたいな。え、鮮度の高いブルーブラッド、アンドロイドは負傷している。変異体の型番も分かった。あ、じゃあさっきの名前みたいなのが分かったと。それでも成功例全然上がんないね。もうちょっと情報集めてからここに来た方がいいのかな。おお、またまた、大丈夫ですか。第一応答者、ああ第一応答者が撃たれたと。死亡推定時刻8時3分。さっき8時38分とかでしたっけ、そのこれアンドロイドが入ってきたのは。大した手がかりというか、まあ、流れ作業ですね。で再現、うん、あ、なるほど。私最後までやってます。こう来て、ここで手がかりあるはずだけど、なんだろう。あ、敵の手がかりもわかんの。てかこれどういうシステムになってんでしょうね。変異体は警官に撃たれた。お、優秀じゃないですか。で、ちょっと待って、人質は発砲を目撃した。まあそりゃそうでしょうね。でことは最初から人質、あ、人質は常にいた感じですかね。でこれは武器を発見。うん、そこに武器があるってこと。この下、椅子の下に武器が、いや、うん、上じゃなくて下に用があるんだけどな。どういうこと。え、痴漢切れですかこれ。一名負傷。え、これもしかしてこれ、この人、あー、できないんだ。見る、うわー、めっちゃ痛そう。右足負傷してんじゃん。手段を問わず人質を救い出す。外に出ちゃっていいの。このアンドロイド死亡するよ、そんなことしたら。いくらカジュアルモードとはいえ、ちょっと待って、出た方がいいのか。もう出よう、じゃあ出よう。出ます出ます出ます。死ぬ、これ死んじゃう。成功率、うう、近づいたら飛び降りるぞ。いや、やめて、お願い。え、これは人間じゃないんだよね、アンドロイドだよね。何考えてんの、何のために。意味ないじゃん。名前って何。僕はコナーだ。おお、なあ君はなんて名前だ。 PL600 番。ヤツらがつけた名前だ。近寄るな。ここの選択肢は何だ。何もできない。うおー、なんだそれ、すごいな。手段を問わず人質を救い出す。兵隊の信用を得る。とりあえず穏やかに。エルワン、だけど僕を信じて君を助けたいんだ。助けなんかいらない。お前に分かるもんか。俺はただもう終わらせたいだけだ。終わらせたいだけなんだよ。じゃあその子話せよ。いいだろ、もう現実的に。
ここで避難したらやばいな、同情的に。ダニエル、君は何も悪くない。君が感じているその感情はソフトウェアのエラーなんだよ。そうだ、俺のせいじゃない。こんなはずじゃ。そんなソフトウェアのエラーとか。なのに彼らにとって俺は命令を聞くだけのただの奴隷だった。現実的に周りをよく見ろ、ダニエル。もう逃げ場はない。何の罪もない人間の命をまだ奪うつもりか。そうだよ、意味がない。調子に乗るな。俺を怒らせていいのか。ダメです。俺が死ねばこの子も死ぬんだ。聞こえたか。ダメです、それは。避難はダメでしょ。人質に話しかけよう。人質が何とかし大丈夫かい。従おう。うん、これ従わないとすぐ飛び降りそうな気がする。ほら、もう成功で上がって、よし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 。とりあえず今理性的になる。ダニエル、そこら中にスナイパーが配置されてる。その子を解放しろ。もうそうするしかない。全員引き上げさせろ。うわー、最悪、下がった。それと車を用意しろ。町から出たら解放してやる。いや、断るでしょ。歩み寄っちゃダメでしょ。断ろう。悪いが、それは無理だ。機械なら命令に従え。さあ、銃を撃って人質を解放しろ。どうすればいいの、これは。ずっと命令を聞くだけの毎日だった。うん、辛いだろうね。いや、待って。今度は俺が決める番だ。待って、嘘でしょ。せめて子供だけでも。嘘だろー。そのさ、引き上げたヘリコプターがコナーだけ助けるみたいなパターンはないの？死んだ？これ嘘でしょ。なんとかなんない？ミッション成功？え？なんで？え？成功なの？これは死んじゃわない？まあ、子供は助かったけど、隊長、なんて冷酷な目なんだ。シーンのフローチャート、これまで見てきた物語はまだ体験していない。まああれですね、思い出って感じですかね。コナーが落下した、死亡。あ、これも一つのエンディングとしてここで終わりなんだ。もうこれ以上進めないというか、進む選択肢がないのか。じゃあその戻んなきゃいけない。でも、はあ、すごいな、これ。この中でどれかが、まあ、死亡しない、コナーが死亡しないパターンか。でも今さ、今人質蹴っ飛ばしてさ、人質じゃない、間違えた。あの変異体を蹴っ飛ばして女の子だけ救えそうな気もしたけどね。まあ、とりあえず変異体と交渉するところ。え、これ続けるって言ったけど、どこから続くんだ。あ、何、死んでも復帰できるみたいな。トップクラスのカジアンドロイドですよ。カジアンドロイド。ほら、ゾイ、行くわよ。あ、そっちじゃねえのね。奥がお子様の宿題を見ることができるんです。ねえ、あなたすごいと思わない？こういうのが欲しかったのよ。それで値段はいくらなんだ？
ただいまこの機種は全てキャンペーン価格で販売してまして、48ヶ月間無利子の7999ドルでお買い求めいただけるんですよ。しかも部品と修理は2年間の保証付きです。2年間しか保証してくれない。修理まで。夜には監視モードに切り替わり、これさっきの煙を探知した際に緊急サービスに連絡します。 PL600 ってあっちのモデルはさっきのだよね。変異体のモデルだよね。 MP800?いかがです。整備にちょっとばかり手こずりましたけどね。かなりひどい状態でしたよ。何があったんですか。引かれたんだよ。ただの事故さ。ああ、なるほど。ともかくもう新品同然ですよ。ただリセットしたのでメモリが全て消去されました。これはコナー視点って問題ない。よかった。名前はどうします。娘がつけた。 AX400 名前の登録を。カーラ。私はカーラ。ん？どういう状況？うわ、めっちゃ綺麗。映画見てる気分ですね、このゲーム。オープニングって感じ？すごい雰囲気がすごい。めちゃくちゃ凝ってますよね。これこのゲーム。した人も出ますわな、そりゃ。アンドロイドはそれを見て、そういう人を見て何を感じてるんでしょうかね。あれからどれくらい経ちたんだろう。コナーは死んだままなんですかね。その どういう状況なんか理解できないっていう。そろそろ帰りますか。ああ、ローズ。今日はここは何だ。さあ、手を貸してください。今俺は別の話をやってるのかな。綺麗だな。まずこっち行ってみますか。おい、水を。水？19キロ走りました。ゴールまであと8キロです。ひどいな扱い。どうしたどうした。すごっ。青になるまでちゃんと待ちましょう。これ赤で行ったらどうなんだろう。ちょっと赤で行ってみたい。あ、行けない。なんだ。いや、長えな信号ちょっと。オッケー。GPS を使う。ベイペイント注文847を受け取る。
まあ、とりあえずそこまで行けってことか。え、何それ、ゴミ箱を捨てようぜ、それくらい。でも将来こういう価値観になるかもですね。その辺に捨ててもアンドロイドが全部掃除するからいいやみたいな。日本人の美徳とかも失われるんじゃないですかね。っていうか掃除してるはずなのに葉っぱ落ちすぎでしょこれ。あ、ここ。開け。うん。接続する。ID 認証完了。オーダーナンバー847。$63ドル99です。お支払いの手続きを。8000円くらいですかね。支払いを承認。すげえ、手続きを完了しました。どういうシステムでやってんだろう。こんなシステムだとね、便利すぎてちょっと困惑しそう。こんな世界についていけないっていう気がしますね。でも完全に効果とかなくなるんですかね。お金のないって何？何がないの？ああ進まない。走れないのかなこれ。走れないっぽいっすね。 GPS でそのバスはどこなんだ。あ、こっちね。あ、その黄色いのなんだ。これは人が引いてるんですね。やっぱ将来アンドロイドが回答してくると、その楽器とかも全部アンドロイドを弾くと思うんですよ。失業率は 35%、 大勢の国民が失業中。今こそ行動を起こす時だ。仕事をさせろ。アンドロイドではなく、おい、どこに行くつもりだ。ん、面白い。お前らアンドロイド様のお出ましだぞ。その嫉妬なのか。ちょっと八つ当たりはさ、見てみなよ。仕事は盗めるくせに立てないんだって。醜すぎでしょ。エルワン、してやれ。いいから邪魔しないでくれよ。こんな犯罪でしょ。傷つけたら罰金食らうぞ。仕事を奪われてから後悔するなよ。そうだな。ほら、もう行け。それはさ、将来性のない仕事選んだお前らの責任だろ。どう考えたってアンドロイドに奪われる仕事の方が多いんだからさ。ねえ、そういう未来になったら変わらなきゃいけないのは人間じゃないですかね。人を
めるべきじゃない。そういう人たちは批判したいならね、アンドロイド自身をさ責めるんじゃなくて。だって戦争をさ仕掛けてきた国があったとして、まあ仕掛けられた方はその武器を責めるようなもんですよね。その仕掛けてきた人を憎むんじゃなくて、武器があるからダメなんだっていう風に思っちゃう人なんでしょうね。何これ、バスに乗って、ちょっとこのシステムがまだよく理解できてないんですけど、うん、そういうストーリーがあるよっていう色あふれる世界。どういうよくわかんないんだよな本当に。全世界の選択、三角、嫌がらせを受ける、アイコン判例、うん、で L スクロール。さっきのコナーはどこに行ったんだろう。この話は何だったんだろう。とりあえず続ける押しますか、ここで。